チャオ、あっちゃんです。昨日やねんけども、メインチャンネルの方でゲームをしました。っていうかね、メインチャンネルもゲームチャンネルも裏チャンネルでもやるかもわかんないねんけども、ゲームをやるあっちゃんの動画っていうのはね、ゲームやからゲームであげるとは限らへんねんけども、その中で、ゲーム以外の雑談は禁止って以前にも動画を上げたんやけど、未だに守っていただけません。まあその話に乗っかるあっちゃんもダメなんでね、今回きっぴしっと線を引こうと思ってます。で、ゲームチャンネルはゲームを楽しんでもらいたい、ゲームの面白さを知ってもらいたいということで、あまり規制を厳しくしたくなかったんやけども、逆に規制を厳しくしないとゲームの魅力が半減してしまうってあっちゃんも思うねんね。特にゲームチャンネルっていうのは中村敦美あっちゃんねるじゃなく、ゲームのキャラクター、昨日は恋愛シミュレーション、絶対階級学園っていうのをやってて、主人公、藤枝敦美が、藤枝敦美の声を当ててってアフレコして、声優っていうか本人になりきって恋愛シミュレーション、恋愛を楽しんでます。で、その中で、メインの、高峰陸さんとか、わしなんとかレイさんとか、ね、とか、そういう人たちとこう恋愛をしていく中で、セリフの掛け合いがあって、で声優さん、がこう声を当ててんねんけども、自分のセリフだけが入ってないねん。それを自分で当ててながら、その、ね、主人公になりきってやってます。他のレースゲームになったり、バイクレースゲームになったり、牧場物語、牧場を経営していくっていうか、牧場を切り盛りしていくゲームであったり、他へ、リングアドベンチャー、リングフィットアドベンチャーという体を動かしながらやっていく主人公になりきったり、あとマリオとか、ゼルダとかカービィとかになりきってゲームをやって、みんなにそういうのを楽しんでもらいたい。もちろんそれだけじゃなくね、いろんなゲームこれからやっていきます。バイオハザードであったり、そういうねアドベンチャー的ゲームであったり、いろんなそういうことをやる中でね、ゲーム以外の話でゲームの腰を折ってほしくない。みんなやっぱりね、視聴者さん、もちろんゲームチャンネルっていうのはそんなにメインチャンネルほど多くはない。だからコメントもそんなに多くもない。だからそれもゲームチャンネルの逆にメリットであって、っていうか動画にしてあっちゃんが一方的配信するっていうのもいいのかもわからへんけども、そのゲームに対してみんながこう、ああやこうやって言いながら、今のところ良かったよねとか、今のところは今度こうじゃないのとか言いながらゲームを一緒に楽しんでもらうっていうためにライブでやってるのに、全くゲームと関係ない話っていうのが、だからほんまにね、ゲームが止まってしまう。で、途中であっちゃんが切れてしまった昨日は、もうゲーム邪魔になるし、止めようがやめてくれって言ったり。で、あと、ごめんやねんけどもね、メインチャンネルの普通の雑談ライブとかやったら、相談とか、今日あったこととか聞いて、あ、そうだねっていうのはあれやけども、もうゲームチャンネルに関しては、ゲームの内容以外禁止にしたいと思います。でもちろんあっちゃんゲームズだけじゃなく、メインチャンネルでやるゲーム、メインチャンネルで今やってるのは絶対階級学園。あと、発売日、当日発売最速レビューっていうのはゲームチャンネルで、もうちょっとゲームチャンネルが定着してきたらやったらいいんだけども、今のところメインチャンネルでね、まだゲームの魅力を分かってくれてない人とか、もっとゲームの楽しさを分かってほしいなっていうのもあって、ゲームチャンネルじゃなくメインチャンネルの方でも誘導を兼ねてゲームチャンネルでやらないといけないコンテンツをメインチャンネルでやる場合があんねんけども、それも含めゲームチャンネルに、ゲームコンテンツに関しては一切の雑談っていうのをやめてほしいんです。雑談っていうかゲーム以外の話ね。で、ゲーム内容に関するリプライは OK です。視聴者さん同士ゲームの話とかで、こここうやったよね、そうよねとかいうのはありです。でも、ではリプライダメじゃなくね、そういうのはいいけども、ゲーム以外に関する雑談とかお話っていうのをやめてほしい。もちろんあっちゃんに聞きたいこととか、突発で行きたい、ライブやから聞きたいことあっても、それも禁止にします。そういう時はもう急ぎの場合は他の動画のコメントあんまり見れへんかもわからん、メールあんまり見れへんかもわからへん。でも配信者っていうのは動画を一生懸命出していくとこなんでね、臨時的に急に突発的に今すぐ伝えないといけないことってそんなにないと思うねん、だからそういうのはやめてほしいんで、これからそういうところきっちり、線引きしていきたいと思うんで、よろしくお願いします。これも、みんなにね、ゲーム
を楽しんでもらいたいっていうあっちゃんからのお願いであって、で、あっちゃんもゲームの内容に入ってやってるのに、そこでね、言ったらキャラクターが女の子のキャラクターであったり、男の子のキャラクターであったり、おっさんであったり、ロボットであったり、動物であったり、いろんなキャラクターになりきってやってんねんね。それを現実に戻してしまうっていうのは、あっちゃんだけじゃなく、見ていただいてる視聴者さんも冷めてしまいます。はい、一人がそういうちょっとね、ルールを守らないことによって、みんなに迷惑かかるっていうことを分かった上で、これから注意して、気をつけてほしいなと思うところがそこなんね。うん、ということでね、今後でこれからもそういう方向でゲームコンテンツに関してはやっていきたいと思うんで、本当ご協力よろしくお願いします。ね、何度もね、まあ言うけども、ゲームにね、ゲームっていうのは非現実を味わってもらうコンテンツでね。それからゲームのキャラクターっていうのがヒーローであったり、ヒールであったり、ロボットであったり、勇者であったり、ね。もちろんレーサーであったり、サッカー選手であったり、やのに、昨日何食べたんとか、ね、前の動画がどうやったとか、私の相談聞いてよっていうのは、ちょっとやっぱみんなが冷めてしまう。逆に自分がそういうのにハマってる時にね、一生懸命見に来てる時にね、そういう雑談入ったらどういう気持ちになりますかっていうことを考えた上で、そういうコメントをしていただければ、ね、みんなこう楽しんでもらえるんじゃないのかなと思います。だって昨日もね、50人ほど来ていただいてた中で、一人がそういう話をすることによって、一人が残りの50人に迷惑をかける行為なんでね、そういうことっていうのはやめてもらいたい。で、これからそういうことがあると、ファンであろうが、アンチであろうが、あっちゃんは注意していかないと仕方なくなります。で、人間って注意されて気分が良くなる人っていてないんでね、まず自分でそういうところ、あ、ここはやったらダメだなっていうことを心の片隅にでも置いて、ゲームコンテンツを楽しんでいただければと思います。ということなんで、これからもね、ゲームチャンネル、あっちゃんねるともども、あっちゃんのコンテンツをね、楽しんでいただければ嬉しいなと思います。まあ、この動画はね、メインチャンネルとゲームチャンネル両方で出させていただきます。で、この動画を見てないって言われて、そういうことされても、もう注意するしかないんでね、ごめんなさいね。で、まあ、この動画見てくださいっても誘導はするけども、一応やっぱりこの動画を見ていただいたっていう体で話はさせていただきますんでね。で、もし、視聴者さんの中で、もしあっちゃんもね、気づかへんかったり、そういうことがね、できへんかったりする時もあるんでね、視聴者さんの中でももし気づいたら、あっちゃんが、もうゲームに没頭しててね、そういうコメントに気づかへん場合もある。で、まあ、気づかへんことないけどもね、もう自分の耳に入れずに自分はもうゲームに没頭してやってるんで、なんていうのかな、そういう、なんちゅうの？ゲームのコンテンツを乱す人に、それ、動画でダメって言ってたよって教えていただければ嬉しいです。まあ、あっちゃんもね、気づき次第言います。で、モデレーターさん、今までモデレーターさん、2人ほどついてやってもらってるんだけども、モデレーターさんはあくまでも、ゲームに、のコンテンツじゃなく、ゲームの邪魔をする、なりすましさん。なりすましももちろん、あっちゃんもゲームから、ゲームの世界から戻ってしまうんでね、そういうのを注意したり、やめろっていうのも、もうね、その主人公とは違う意見になってしまうんでね、やめてほしい。で、そういうのがあったら、そういうのだけモデレーターさんに、駆除してもらってます。で、モデレーターさんも、それ以外の、削除とかブロックはやめてください。そこはあっちゃんが注意していきます。で、モデレーターさん、このアカウント、ブロックしてって、あっちゃんがお願いするまで、ブロックっていうのはあくまでも、なりすましをブロックするって形でやってほしいんです。で、モデレーターさんも気づき次第、コンテンツ、ゲームコンテンツ以外の雑談してたら注意は入れてください。そうやってね、していただければ嬉しいです。はい。まあね、何を言いたいのかっていうと、みんながね、ゲームっていうね、非日常を楽しんでもらいたい。だから、日常会話を持ち込んでほしくない。それだけなんね。だから、皆さんも、日常会話を持ち込まず、ゲームの中の主人公、またはゲームの中の、近くにいてるお友達であったり、学園の、ゲームの中で学生とか、その、ね、その環境を見ている誰かとしてのコメント。いや、そのゲームを映画として、ドラマとして見てて、お茶の間で客席で「ああやなーこうやな」って言えるっていうコメント欄であってほしい。でないとみんなが冷めちゃうんでね、あっちゃんだけじゃなく、見てる人もみんなが冷めないように楽しく楽しくやっていきたいと思います。だから二の国とか、ライザとか
錬金やってたらね、錬金術のその冒険を楽しんでいただければ、二の国とか、なんだドラゴンクエストとかやってたら、ドラクエのキャラクターをこう応援したりね、モンスターとね、このモンスターこんなんやねとか、そういう会話で楽しんでもらえれば、バイオハザードなんかで一緒に驚いてもらったりとか、ね、アドベンチャーなんかやったらこっちどっち進もうかなって悩んでみんなで考えていったりとか、そうやって楽しんでもらえたらゲームコンテンツっていうのは面白くやってもらえるんじゃないのかなと思います。あくまでもゲームは非日常空間なんで、日常を持ち込まないようによろしくお願いします。